癖の良い第1ヶ月生活。はいどうも、いつもありがとうございます。ニブロックです。さて、いつものお店にやってくる前にですね、今日は朝起きた時に6時過ぎやったんですけど、まあ皆さんにあのコメント返信とかしてたんですよ、布団の中で。でまあゆっくりしてて7時ぐらいに LINE のチェックをしましたところ、このいつものお店の近隣のライバル店が周年と、もう全く計画も立ててない自分が悪いんですけども、まあ、急いで用意をしまして、今日はいつもの店よりもガチで勝ちに行きたいなと。なんせ今月はねもうマイナス10万弱いってるんですよ。まあ、ゲンさんの戦いでだいぶねやられてましたんで、まあ、起死回生の一発望んでいこうかなと思ったんですが、なんと抽選時間がですね8時45分ということで、おいおい待てよ、この前ワーさんが行ったお店でもですよ、9時抽選ですよ、800人ぐらい来るお店でも、もうこれはね、うん、予定通りいつもの店でディスクやなと、うん、というわけでですね、まあ、今日も今日とってディスクアップ実践というわけで、まあ、前回はねもうくしくもマイナススタート、やっぱり癖のいい台でもマイナスいくんやなと、まあ、そりゃそうなんですけど、今日こそはね昨日の借りを取り戻したい、目標プラス1500枚ぐらいを目標に癖のいい台行ってみたいと思います。俺最後に目を見てるやつに送るぜ。今日はねリセットもしてもらってますし、2日連続下がるってことはね癖のいい台ですからないと思うんですよ。今日はしっかりと出させていただきます。うっす OK。 それではフランス調整をしてからのレッツスタート、本日もよろしくお願いします。赤いきます。おっと、わからんで、わからんで、わからんで、いやー、じいさん行くぜ、ザッ。おいおいおい、なんかわからんけど、ゲチェナ狙います。ドゥルドゥルン、絡んで、
てさ、今日も朝からもらすのか出ちゃった Ladies and gentlemen!
今、え？おかしいちゃうか。今から全突破で、ね、この島誰もいない売り上げは全部俺が担当させていただいてね。いやまあでもこんな台打ってたらアホでしょ。やめ。どこに来てんねん春なんか。いやー癖がいい台とかないしね。そんな台ね存在しませんよ。誰がねそういうことを言い出したかは知らないけど、もうねそんなこと言うてる暇あるんやったらね1200枚出た時点でねちゃんとやめたらいいんすよ。癖とかないから。いやあのねつい2週間前ぐらいまではちょ玉が9800枚ぐらいあったんですよ。今3300枚しかないんですよね。いや恐ろしい。皆さんあのねパチンコパチスロはね打たない方がいいです。どうしても打ちたいんであればねリカバリーサポートネットワークに電話してからの方がいいですよ。勝てますかって相談してください。きっとねやめておいた方がいいと思いますって言われますね。いやでもねちょっとこの企画ね無理があるかもしれないですね。やっぱり正直なところ癖があるのはその自分と相性っていうのもあるんかなと。
いつもの角台ばっかり打ってましたけど、まあ、いつもの角台でも全然負けれますけどね。もうね、わかんないっすわ。で、もう真面目な話ね、もうストックとか言ってるけどね、まあ、そんなんないやろうし、ほんまにもうレバーオンで決まってるんでしょうね。その300分の1がもう永遠に叩けないだけで、叩いたらいっぱい叩けるし、まあね、もうマジでもう今月ね、今日でなんぼもう10万負け超えたんすよ。やばいでしょ。ただでさえね、出玉少ないこのご時世で10万円って5000枚ですよ。あと1週間でそんな出るわけないやんね。え、いや、もうどうしたらいいか分かんないですけどね。まあとりあえず逆万枚いったらもうやめますね、この企画マジで。うん、マジでもう破産しちゃうんで、まあ、今からちょっと撮影 NG の朝8時45分整列でね、整列のお店ちょっと覗いて、まあ、それ無理やったら帰って動画編集しますわ。あー、ほんまきついな。ねえ、お疲れ様でした。ありがとうございました。